はい、今回はノースポールの育て方をお話ししていきたいと思います。はい、ノースポール、こういう小菊のような白い花が咲く、中心が黄色、ね、の花が咲く、植物です。大体こういうポット内で出回ることが多いと思います。はい、育てるポイントはですね、まず暑さに弱いです。なので、春先からですね、梅雨時期あたりまでの花です。はい、その後は種がこぼれて秋にこう、こういうね、なんか春菊みたいなこの葉っぱが芽をちょっとこう出して冬越しをして、また翌年の春に咲くというような感じの植物です。まあ、北国では冬越しできないんですが、関東以西の方では冬越しするかもしれません。はい、とにかく、夏に枯れてしまう一年草で種がこぼれて増えるという植物です。はい、日当たりはいい方がいいです。日当たりが悪いとですね、徒長してしまうので、できるだけ日当たりに置いてください。水やりは頻繁に、そして、肥料もですね、頻繁に与えてください。非常に生育旺盛で、まあ、植え付けて1ヶ月そこらでわーっとこうすごく良くなりますから、水やり、肥料はたっぷりと与えてください。はい、でこれ長くなってくる、これ倍以上にこう伸びてくるんですね。こうブーッと伸びてくるので、長くなりすぎると、まあ、だんだん花の数も少なくなっていきますから、バチッとね、長くなりすぎたら切ってもいいです。そうすれば脇芽からこういう風にね、芽が伸びてきて、つぼみがまたついて咲いてくれますので、伸びすぎたら切るというような感じで管理してください。あと一年草ですから非常に種がつきやすいです。種つきやすいので、花を割ったらですね、まあ種こぼして増やしたいって方は別ですけども、できるだけ花を割ったら切ってください。そうすると、株の消耗も少なく済みます。ということで、春先からですね、梅雨前まで長く咲く、一年草ノースポールの育て方でした。